第6代アーガイル公爵ジョージ・ウィリアム・キャンベルは、イギリスの政治家、貴族。1768年9月22日、第5代アーガイル公爵ジョン・キャンベルの次男として、生まれる。母はその妻の初代ハメルドンのハミルトン、ジョダン・シャク・エリザベース。兄・ジョージは創生していたため、着男としての出生だった。弟に第7代アーガイル公爵位を継承する、ジョン・ガイル。また、 イフケーに第七代ハミルトン公爵となる、ジェームズ・ハミルトン、第八代ハミルトン公爵となるダグラス・ハミルトンがいる。1790年から1796年まで、セント・ジャーマンズ選挙区から選出されて、ホイック等の庶民委員議員を務めた。1799年8月2日にイフケーで、男子のない第八代ハミルトン公爵、第二代ハミルトンのハミルトン男爵、 ダグラス・ハミルトンが死去したため、第三代ハメルドンのハミルトン男爵位を継承し、貴族院議員に列した。1800年から1839年まで、アーガイル・シャー知事を務める。1822年から1824年にかけて、フリーメイソンのスコットランド・グランド・ロッジ、グランドマスターを務めた。 1827年から1828年と1830年から1839年にかけてスコットランド国事少将を務めた。1833年から1834年と1835年から1839年まで火星長官を務め、ウィリアム4世とビクトリア女王に仕えた。1833年には数密顧問官に列する。 1839年10月22日、スコットランドアーガイルシャー・インバレリー城で死去。爵位は弟ジョンが継承した。1810年11月、第四代ジャージー伯爵、ジョージ・ビリアーズの娘キャロラインと結婚したが、子供はできなかった。ありがとうございます。